変えてく、ファン最悪や。さて、それでは今回は全国リーグなんですけども、こちら柳選手がログインボーナスでもらいました。2日ぐらい前かなに、獲得しまして驚いてます。まさかこんなカードが、うちに来るとは。ログインボーナスでっていうのはほぼほぼ初めてだと思います。一番最初に、バーサスを始めた時に、何かのイベントのログインボーナスで楽天浅村が出たことはあったんですけど、あ、でもあれは限定じゃなかったかな。ほんとそれぶりぐらい、 SS すらほとんど出たことなかったんですけども、順番にちょっと能力見てから対戦したいなと思うんですが、まあ、玉持ち B であること、それからまあ、決め球が縦スライダーが入っているというところ、まあ、制球 A っていうのも強いかなと思うんですが、裏がね、シンカー。このシンカーは使えるなと思います。で、逆に言うと、ドロップですね、表の。これほとんど動かないんで、めっちゃ投げるの怖いです。ほぼほぼ、縦スライダー。これは強いんです。コントロール外れても、この縦スライダーはすごくブレーキが効いているので、空振りしてくれてるのかなという印象なんですけど、だから縦スラとシンカーぐらいしかちょっと使い道が分かってないです。なんか難しいピッチャーやなという印象なんですけども、まあ、そのちょっとごちゃごちゃしてる感じを見ていただけたらと思います。さあ、レートの方が3800、チーム成績3割3分、防御率 1.03、連勝が4連勝と、もう連勝気にしなくていいというのが一つありがたいところなんですが、で、マスコットも確か中日にしてたので、ソウル値が2510まで上がってます。さあ、ちょっと朝早い撮影になってるんですが、どうかな、マッチングは。早い。レート4000。ただ S、菅野。まあ、S やからじゃあ打てるんかって言うと打てないですけど、ちょっとネット環境がしばらくなくなるので取りだめたいなと思ってるんですけど、いけるかな。まあ、しばらくって言っても3、3日ぐらいかな、なんですけど、オーダースキルの方は僕が約1000上回ってる状態かな。線もなかったか。ドロップいきなり投げてみるか。おお、いけた。あ、こういう細かいところにも投げていける。で、縦スライダー、これが強い。あー、でも当てられたな。進化。お、振ってこない。嫌 やなあ。残ってもいいよ、カットボール。残らない。いや、最初から9球やな。先頭バッター相手に。おーしよし、これこれ。ソウル勝ちが強いですからね、かなりね。高めに浮く。こう、制球 A やのにこの高めに浮くんですね。うわぁ、嫌やなぁ。走らせはしないと思うんですけどね。さあ、うまいとこ、嘘、うまく入ったと思ったのに。いや、怖い。どっちも S なってる。すごいな。サークルチェンジが唸っております。ストレート。よしよしよし、怖い怖い怖い。ちょっと、あかん。おお、振ってくれた。おっきい。よし。いや、しんどいなぁ。こんなとこどうですか？よし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 。
こういうとこに投げていく。当ててきた。うわ、もう柳。まあ、あんな高めから落としたらあかんか。あれはやっぱ上級者の配球ですね。高めから落とすのはね。逆高めから落としてみるか。こっから。あー、しっかり入ってんな。いけたいけたいけた。対戦経験も少ないんで、この柳ってどうやって使うのかよくわからないんですよね。さあ進化。いやー、2950ものソウル値で打たれた。いや、落ち着かなあかん、ここ。でも、レート4000超えてはるからな。落ち着かなあかんのに、手出た。ワンシームかなって、だいたいワンシームじゃないんですが、菅野使う人って。わー、ワンシームやろうって思ってしまった。もったいないなぁ。ワンシームちゃうし、ツーシーム、シュートだけ。マジか。SS 菅野との対戦が多いですからね。今のは見極めた。うわー、怖い。全然ミドカソラ合ってないけど。あー、でも悪くなかったかな。カーソルの位置がちょっと高めやったんかな。いやー、どうしたらいいんやろ。これ負けるぞ。よし、もうシュート待ちです。シュート一択。来てくれ、シュート。来ない。ナックルもあるな。うわー、うまい。それは頭にない。片岡 SS、 私が欲しかったやつ。いやー、そうか、難しいな。2900ですよ、レート。さっき2955になってたの、なんでやろう。あ、そうか、貝の力か。あれですね、ピンチになったら2塁以上行ったらいけるやつ、いけるやつって、ソウルチアップするやつね。あー、縦スライダー、うおー、あ、よしよしよし。やっぱ縦スライダーは何かしらタイミングずれてくれんねやろな。いや、怖い。例えばこのシンカーで入れたらどうなんやろう。よし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 。いや、使い道わからんな。せっかくいいカード持ってんのに、もらえたのに使えてない。これ縦スライダー外したら難しいか。これは怖い。よし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 、入った入った。デスライダーの外したやつってどうなんねやろ。よしよし、タイミングずれた。うわー、やっぱ源田に変えられてるのが賢いな。さあ、デスライダー連続。変えるべきやねんけどな。後ろがおらんねんな。
ドロップ。よし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 。いやーもう最低限よ。なんとか最少失点でもないけど2点取られてるから。最低選手変えてく。うわ、もう最悪やー。わからんわからん。なんで私なんかに本気で来るんですか。いやー、本気で来んでええのに。スライダー。もう一球スライダーどうすか？全然ちゃう。シュートフォーク。シュートフォーク、スライドフォーク。わ、一つもわからん球ばっかり投げてんな。おお、何それ？よし、打てた。でも次、シュートフォークかスライドフォーク来るんでしょ？それは打てないですよ。打ち方わからんもん。ストレートないかな。スライドフォーク、高めやとちょっと弱なるな。あ、スライドフォーク。それがわかんないっす。なんとか？帰れるかランナー。あー、刺される。嘘。最悪や。ここ代打、代打の村さんで、スライダー待ちにしよっか。ちょっとスライドフォークとかシュートフォークとかわからんし。うわ、もうあっという間に終わる。シュートフォークじゃないですか。入ってるし。いやー、あれは打てん。あれは打て、あ、レート4000の人とのマッチングでもマイナス20になるということは、それなりに、うちも頑張ってるってことやな。いやー、やっぱ平野ってすごいですね。ガチガチに、パックが。ということで、柳、せっかくのいいカードをうまく使えなかったです。いやー、きついなー。まあでも、限定カード取れたので、これからもうちょっとね、4000はなんとか超えれるように、普通は多分みんな限定先発2枚ありゃあね、いけると思うんですけど、まあぼちぼちと頑張っていきたいと思います。ちょっと投稿がどうなるか、できたらまとめ撮りか何かするなりして、日にち開かないようにしたいなと思ってるんですけど、来週火曜日まで、ネットが切れてしまうんでね。まあ、それでもなんとかお付き合いいただけたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。